早速お手入れを始めていきましょう。ローラーがついたヘッド部分を回転させます。チューブを押して両脇のローラーと同じ大きさを目安に美容液を出し、ヘッドを閉じます。両方、額、顎の4点に美容液を置いて、ローラーでマッサージする部分に広げていきます。それでは始めましょう。利き手でローラーを握るように持って、まずは表情筋のマッサージから。心地よい強さで行うのがポイントです。顎の下からフェイスラインを引き上げて耳の下まで、1、2、3、4、5、6。次は口角の横から頬を引き上げながら耳の前まで、反対側も同じように顎の下から耳の下まで。口角の横から耳の前まで、右側に戻ります。ローラーを立ててフェイスラインから引き上げながら小鼻の横まで通り抜けます。フェイスラインから引き上げます。また右側に戻ります。目頭の下から引き上げてこめかみまで、反対側も目頭の下からこめかみまで、次は右目の上と目尻からこめかみを引き上げていきます。反対側も同じように3箇所と目尻からこめかみを、これで表情筋のマッサージは終了です。次は平滑筋のストレッチです。ゆっくりと肌の表面を撫でるように伸ばし、キープするのがポイントです。もう片方の手で右側のフェイスラインを下に引っ張るように押さえます。口角の下、フェイスラインから上に向かって滑らせ、3秒キープします。1、2、3、離します。もう一度、
し外側にずらします。さらに外側にずらします。反対側に移ります。手も同じように反対側のフェースラインの下を押さえてくださいね。口角の下、フェースラインから上に向かって1、2、3、離します。もう一度少し外側にずらします。さらに外側にずらします。最後はエステティックエッセンスを置いて両手を使った仕上げです。口角の下のフェースラインから上に向かってなじませるように滑らせて目頭の下で3秒キープします。1、2、3、離します。少し外側にずらします。さらに外側にずらします。以上で終了です。しっかりお手入れできましたね。毎日続けてぜひ顔の印象をチェックしてみましょう。使用後はキャップを閉めて保管してください。お手入れが続けやすい付け替え用もご用意しています。お使いのヘッドを簡単に付け替えることができますよ。